行きどころのない駒とは、将棋における駒を終局時まで一切動かすことができない状況に置く着手のこと。将棋の禁じ手の一つである。敵陣一段目に、不評、強者、敵陣一点二段目に桂馬をならずに進めたり、打ったりする着手は、反則負けとなる。盤上のそれらの駒をその地点に進める場合は、自動的にならなければならない。このルールは二台。 大橋総合が考案した。上の図一で、5一歩、6一交、7一桂、8二桂は、相手に取られて、持ち駒とならない限り絶対に動かすことができない。このような状態になるのを禁じるルールである。例えば、図二の局面から5一歩ふなり、6一交ふなり、7一桂ふなり、8二桂ふなり、6一交だ、7一桂だ、8二桂だなどといった手を指すと、 随一の状態になるので、禁じ手となる。91系なりのように、正駒になれば、以降も動かせるため問題ない。随一の11銀は今現在は動かせないが、22の竜を移動させることにより動かせるようになる。このように、今後の指し方によって動かすことができる場合は、禁じ手ではない。プロの公式戦の記録では、実際に、行きどころのない駒を打ったり、ふなりで、 行きどころのない場所に駒を進めたりして、反則負けになった事例は2021年現在、解無である。詰め将棋の基本的なルールは将棋に準ずるため、行きどころのない駒を作る手は認められない。攻め方の手においては、行きどころのない駒は王手をかけることができないので、そのような着手自体がほとんどない。玉方の手においては、相駒の制限という形でこのルールが重要になる。 場合がある。右の問題において、その他の駒は、盤面上及び攻め方の持ち駒で全て使われているので、玉方の持ち駒は、桂馬と不評のみである。単に5九ことすると5七 k と防がれてしまうが、5七歩同玉5九ことすると5、5八 k は、行き所のない駒、5八歩は2歩であるためどちらも打てずこのまま詰みになる。最終手の合駒を制限するというケースは、 スーパー詰め将棋で使用されることがある。手順の途中で合駒に制限をかける例としては、8段目に、小手が桂馬を打てないので負の合駒を強要する問題、愛情を夫作など、や、7種類の合駒を発生させるために9段目で、王手をかけて強力な駒を合駒させる問題、添え川工事作、大公開などがある。合駒が絡まない問題の例としては、 二上達也の作品に、内部詰め誘致のためにならないで動く強者を、再下段まで誘致してなりを強要するという作品がある。チスのポーンは最前列まで進めると行きどころがなくなるが、ルールにより必ずならないといけない。マークルックのビアは、敵陣の三段目に入ると、裏返してビアガーイと呼ばれる駒になる。シャンチーの卒は、敵陣の五段目に入ると、 横への移動が自動的に可能になる。チャンギの卒は最初から横に進むことができる。よって、これらのゲームには、生きどころのない駒は存在しない。代々将棋での強者のようになることができないために、生きどころがなくなってしまう駒も存在する。また、マか代々将棋や対将棋では、敵駒を取った場合にしかなれないため、これらの将棋でも、強者などの駒は、 敵駒を取らずに、盤面の端に到達すると生きどころがなくなってしまう。さらには一進む本石のように生の状態でも、なっても横や後ろ方面へ動けないため、盤面の端で行きどころがなくなってしまう駒も存在する。一方で、動物将棋では、不評に相当するひよコを一段目に打つことができ、勝つために一段目のひよこ打ちが有効な場面も存在する。 木村よしのり、持ち駒仕様の謎日本将棋の起源、292.293ページ。ABCD 図面と手順は、漢字賞作品一覧を参照。動物将棋の完全解析、田中哲郎、2009年6月19日。ありがとうございます。